こんにちは。よくしゃべる聞き上手、公認心理師の岩松正文です。今回のテーマは確認の質が大事ということで、まず最初にお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座があります。この講座の体験会を毎月 Zoom で開催をしています。最新の日程はメルマガからご確認いただけますので、概要欄をチェックしてみてください。では今回のテーマ、確認の質が大事ということで、今回ちょっと複雑な話になりそうなんですけれども、できるだけ丁寧に説明をしていきたいと思います。まずどこから話そうかと悩むんですが、傾聴の基本スキルの中に繰り返しと呼ばれるスキルがあります。これは1940年代にカール・ロジャースが、オウム返しのようにしましょうというふうに言ったということで、そこから傾聴が始まったと言っても過言ではないと思うんですが、ロジャース自身はそれは間違いだとそんなことは言ってないんだと、確かに技法については言ったんだけど、そこを強調したかったわけじゃないのに、なぜか世間の人たちは、なんか相手の言ったことを繰り返ししてればいいらしいよ、オウム返ししてればクライアントさんは元気になるらしいってロジャース言ってるよというふうに言われてしまったということで、非常に落胆したということで、それ以降ですね、技法については語るのをロジャースはやめたと。いくら説明しても理解されないということでですね、非常に落ち込んだというふうに言われております。皆さんもどうでしょうかね。そういう意味で言ったんじゃないのに、なんか勘違いをされてしまって、そのままね、説明すればするほど溝が深まっていってしまって、もう説明するの諦めたなんてか、経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。まさにね、ロジャースはそういうことだったわけですが、一方で、お弟子さんのジェンドリンはですね、絶対傾聴とい う本に書かれた内容の中で、繰り返しというのは、有効のスキルである、こういう言い方もしてるわけですよね。例えば使い方は2つあって、で1つは関係づくりの初期段階では、相手が使った言葉と違わず、それを繰り返していくことによって信頼関係を作りやすくなるっていう、いわゆるラポールの形成というのには有効だというふうにも言っております。またカウンセリングの後半ですね、深い深い体験とそこから生まれてきた気づきや学びについて、クライアントがはっきりとですね、そうだ、私は何々だったんだとかですね、そっかそっかって、いわゆるこの気づきのようなものを得た時には、そこで使われている言葉を絶対に言い換えをしてはいけないということで、これはいわゆる繰り返しのスキルとして有効だというふうに言ってたりしますね。なので今日の本題とは違いますけども、繰り返しだけでも実は2箇所使い方があって、その効果というのは意味がちょっと変わってくるよというのはあるんですよね。それはそれとして一つあるんですけども、実は繰り返しと別にもう一つある、伝え返しというスキルは基本的には同じものだというふうに考えることができます。この繰り返しであろうが、伝え返しであろうが、よく言われるのはリフレクションというふうに言われるわけですけども、このリフレクションというのは別の日本語に訳すと感情の反射というふうに訳されたわけですね。でこの感情の反射という訳され方がまた厄介で、反射するというとね、よく傾聴では鏡のように聞きましょうなんていうふうにも言うもんですから、なんか硬い鏡があってですよ、姿見の鏡があって、そこでこうピンポン玉だけでポン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 とね、なんかすごい軽快に跳ね返ってくるみたいなイメージを、持って、しまってですね、でそれが感情の反射なんじゃないかと、まさに素早いオウム返しみたいな感じでですね、捉えられてしまってて、それも本当は違うんだよという話があるわけです。でその感情の反射という表現、あるいはオウム返し繰り返しという表現が誤解を招いていたということで、今からだいぶ前になりますけれども、ある心理学の先生がそのリフレクションについて表現するときに、伝え返しという表現を使うようになられたそうです。伝え返す、なので今のカウンセリングのテキストなんか見ますと、伝え返しというふうに結構書かれているのは、その先生の影響も結構あるのかななんていうふうに思いながら見ております。でこの伝え返しというのも、実はその先生に私直接お会いしたことがあるんですが、今だったらそういうふうに訳さないというふうにおっしゃってますね。伝え返すってのは何ですかね、簡単に言うと要約するっていうふうに誤解されてしまっていて、
それはまた全く本質と違うということで、伝えがいですね。なんか申し送り事項みたいな感じですよね。なんかこう全体をね、こうコンパクトにまとめて、大事なポイントをこう正確に返すみたいなね、こう伝える役割みたいな感じに思われてしまって、いると、これは本当にロジャースが言ってたリフレクションの意味とも全く違うと。いうことでですね、今だったらそういうふうに訳さないというふうにその先生はおっしゃってますね。じゃあどういうふうに訳すのかというと、これはもう2年前の話ですけども、2年前の時点でもうね、伝え返しというふうに訳したらだいぶもっと前だと、10年以上前だと思うんですけどね、その先生が、今だったら映し出しっていうふうに訳したい、もしくは、受け止めの確認というふうに訳す方がしっくりくるだろうというふうにね、その先生ご自身も言ってますね。元になっているのはテスティングアンダースタンディングです。理解したことをテストしてみる、で確認試してみるっていうことですね。これは理解というところ、聞き手の方が話してる話を聞いて、あ、こういうように感じてらっしゃるんだっていう理解というのは、その頭の方のこっちの理解ではなくて、感覚ですね、感じ方の方の理解したものを相手にテストしてみる。私が受け止めたものがあなたにしっくりきますかというふうにテストするということで、テスティングアンダースタンディングス、もしくはチェッキングパーセプションということで、知覚の確認ですね。私が認知している感覚、これは認知ですから、頭ではないんですね、これね。認知しているこの感覚をチェックしに行くと、ね、こうすり合わせに行くみたいな感じでしょうかね、話でちゃんと。こういう意味合いがいいので、映し出してみるとか、受け止めの確認をしてみるっていうのが、実はロジャース自身が言っているリフレクションの意味です。これはロジャース自身が1980年代に書いた本の中にもね、私は反射させようとはしてないっていうのははっきり書いてあるわけですから、その辺の本を読んで勉強してみてください、興味がある方は。で、それでですね、何が言いたいかと言いますと、確認がすごく大事だってことです。と言いますか、いわゆる私たちが今まで伝え返しというふうに習ってきたものの本質は、こちらが受け止めたことを相手に確認を取ることなんだっていうふうに、もう一回頭の中を一回空っぽにしてですね、違う認識がある方、一回空っぽにしていただいて、もう一回入れ直した方が早いと思います。今まで習ってきたはこうだったって思うと、なんかこう理解が余計複雑になっちゃうので、一回それ一回捨てていただいてですね、私たちがやりたい、形状でやりたいことは、こちらが受け止めた話し手さんとの会話の中で、話し手さんがこのように感じてたるって感じているだろうと、聞き手である私が受け止めたこの感覚を話し手さんに確認する、チェックする、それによってね、共有部分があるかないか、違うのであれば違うというのはどういうことなのか、やり取りするために映し出したり受け止めの確認をしているだけなんですね。で、じゃあその確認は大事なんですけども、じゃあ確認しましょうというふうに仮に言ったときに、それはそれでまた別の誤解が生まれる可能性があるわけですね。確認にも種類があるということで、何種類かあるんですが、まず一つ目、確認しましょうって言われたら、どうしても普通の方は個人的な考えや意見とか状況とか出来事、いわゆる事柄というものの確認に走りがちです。状況、感想、推測、思い込み、興味ですね、個人的な興味で推測です。この人こう言ってるからこうなのではなかろうかとか、こういうふうに言ってるけど実はこうなのではなかろうかって、自分の感覚の方を要するに承認してほしいから、相手に OK をもらいたくて、こうですかっていうふうに言いたくなっちゃうわけですね。これは思い込みなわけですけども、まずそこが自分の中で、区分け、切り分けができるように、これはどちらの思いなのか、いわゆる同感と共感の違いというね、感じ方が2種類あるので、そこを切り分けをするということがまず練習必要だと思うんですね。で、確認しましょうってのは個人的だったり事柄の確認っていうふうに比較的流れがちですよねと。でもそれをやりたいわけじゃないんですよと、傾聴では。で、2番目に来るのが言語化されている感覚。A もあり、B もあり、どうしようか迷ってるというふうに仮に話し手さんが言ったとしましょう。その時にですね、罰とまでは言えないんですけども、例えばこういうふうに応答したとしましょう。A と B で迷っているのですね。どうでしょうかね。話し手さんはこう言いましたと。A もあり、B もあり、どうしようか迷っている。確かに、今の表現が A と B のその2つだけで迷っているというふうに解釈できなくもないですね。
しかしそうでない可能性もあると思いませんか。まだ語られてないですけれども、ね、別のものがある可能性があるっていう含みがある表現に話し手さん自身がなってるわけです。それをですね、 A もあり B もありどうしようか迷っていると言ってるものを A と B で迷ってるのですね、で限定してしまってるっていうね、これそのまま言語化されたものを実はそのまま聞けてないっていうことですね。なのでそのまま聞くっていうことですので、 A もあり B もあり迷っている、ね、A もあり B もあり迷っている、話し手さんが使ったその言葉のニュアンス、そこまでちゃんと返しておけば、仮に別の C があったとしても、まあ、そこにこう誤差は生まれないですね。違和感、いわゆるノイズが走るというのを私は言いますけども、それは走らないわけですから、そのまま理解するという形のいわゆる受け止めの確認とか映し出しっていう、こういう段階もあるわけです。そしてその先にあるのが、これはまだ一般的ではないんですけども、言語化される前の感覚、これをですね、伝え返すという、伝え返す、あるいは映し出すとか受け止めの確認をするっていうのもあります。まあ、この辺はフォーカシングをやっている方であれば、まあ、分かるところかなというふうに思うんですけれども、まあ、ここのですね、言語化される前の感覚ですから、まだ言葉になってない感覚なのです。そうすると、丸一番の個人的な推測とか思い込みとかとの区別はどうやってするんですかって話になってきますよね。でそれがまだ傾聴がちゃんとね、感覚的に受け止めていくっていうことが分かってない段階だと、どうしても頭で考えて応答するんですけど、それしか方法がないので、ここで今言った個人的な事柄に対する確認をしているのか、言語化される前のですね、でもその話し手さんの中に確かにあるそういう感覚の確認を自分がしているのかっていうのは、これ区別がつかないですよね。なので、まあ、言語化される前ということですから、もしそれを受け止めの確認をしたり映し出しをすれば、それは話し手さんがまだ使ってない言葉で確認をしていくことになるわけですけども、じゃあ何でも自分が感じたことを自由に相手にこうなんですか、ああなんですかって確認していいかって言ったら、それだと大概一番のね、個人的な事柄の確認になってしまってるわけです。なのでそこの区別がまあまあしばらくつかないので、普段傾聴を学び始めて1年とか2年とか、まあ3年ぐらい経つと人によってだいぶ個人差が出てくると思うので、だいぶできる方がいるかなと思うんですけども、ちゃんとですね、1番2番そのまま受け止めるという、特に2番ですね、2番目の言語化されている感覚をそのままの言葉で受け止めることが十分にできない人は、言語化される前の感覚っていうのを受け止めというのは、まあ大概ずれてしまってますのでやめましょうと。ね、まずは出たものをそのまま受け止めると、自分の言葉に置き換えない、相手が使ったままの言葉をちゃんとね、そこには心が込められている言葉が発せられているので、自分の勝手な思い込みで変換したりしない自分っていうのを作ってからですね、言語化される前の感覚っていうのは受け止める練習をしていくと、それフォーカシングによるより高度なね、傾聴っていうのは練習していく方がいいかなと思います。ちなみにこの言語化される前の感覚っていうのは何が土台になっているかと言いますと、追体験というものが土台になるわけですね。この追体験そのものも頭で理解するというよりは、フォーカシングのトレーニングをしながらだんだんと体で覚えていくと、この感覚を言語化するとっていうね、感覚というのが自分の中であるということをちゃんと確認して、それを言語化していくっていう、この方法の順番で練習していく形になりますので、頭でね、追体験とはどういうことでしょうかって、これ頭で分かっても意味がないのでね、まあ、3番っていうのはまあまあ傾聴のトレーニングを積んで、2番の言語化される感覚っていうのが、まあ、十分分かって、で自分も意識的にできるようになってからされるのがいいかなとは思うんですけれども、この確認をするというのにでも今言った通りですね、全く個人的で事柄的なものを確認するという段階もあるし、あるいは言語化されているその人の感覚をそのまま確認するという段階ももちろんあるし、そして言語化される前のね、いわゆるそのなんだろうな、この感覚なんだろうな、いわゆるフェルトセンスですね、何か感じてるけども言語化されずにその人の中で表現されることを待っている何かっていうのをね、確認していくっていうのもね、あるということで、3種類ありますので、まずまとめとしましては、傾聴というのは感情を反射させて言葉をピンポンポンポンと反射させるんじゃなくて、こちらが受け止めた感覚の確認をする、
それを受け止めの確認とか映し出しっていうふうに言いますよと。そして確認することは大事なんだけども、何でも思ったことを確認すればよいのではなくて、個人的なこととか事柄的なことを確認するんじゃなくて、まずは言語化されているその人の感覚的なものを、その人が使っている言葉でちゃんと確認を取れるようにしていくと、ね、押し付けるただ繰り返すんじゃなくて、いわゆる伝え返しと言われるね、一般的に伝え返しとこの業界で言われている形でこういうことでしょうかというふうにね、相手のお伺いを立てる、私よくお伺いのスキルって言うんですけども、という形でそこが十分にできるようになっていくっていう、でそういう確認の仕方をするといいよと。でも実はその先にはね、もっと先の世界も実は深いところがあって、言語化される前の話し手さんの感覚、フェルトセンスに基づいた、まだ言語化されないで表現されることを待ってる何かっていうのを確認するっていうのも、もちろんその先にはありますよとね。ただそれは、だいぶ練習が必要になってくるので、今ねいきなり上手にやろうとしないで、まあ、基本的なところからされていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかく傾聴イコール確認をしてるだけなんだと。上手にまとめてあげることとか、早く返してあげることなんじゃないんだってことをね、知っておいてください。今回のお話は参考になったでしょうか。参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお耳にかかりましょう。毎月開催している傾聴の体験会では、皆さんの傾聴に対する疑問にお答えをしています。傾聴を初めて学ばれる方、また学習経験者でどうやって傾聴をすれば楽に聞けるのかよくわからない方、こういう方々にぜひお越しいただきたいと思います。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。また最新の日程はメルマガから配信をしています。概要欄にメルマガの登録もありますので、そちらもチェックしてみてください。